ドラゴンホース坂本に会ってきたよ、今日は。毎回会わんといかんような気がしてって言ってきました。彼も太平を見ながらこの突き刺さるような季節の変わり目の風に何を思ってるんだろうかと思いましたですよ。鉄風するとこだ。